今回の未来への伝統は尺八。中国の唐を起源とし日本に伝来した尺八は、その後鎌倉時代から江戸時代頃に現在の形が成立。長さが一尺八寸であることからその名がつきました。その今をめぐって旅をするのは工芸案内人山田美也子さん。山田さんが訪ねたのは尺八の奏者である依田真美乃さん。よろしくお願いいたします。京都に生まれ9歳で尺八の世界に入門した依田さんは、史上最年少で師範合格。ヨーロッパをはじめ海外のフェスティバルで演奏するなど、若き伝統の継承者として活躍しています。一つ一つの音に心で向き合う尺八、未来への伝統とは。その深みのある音色にしばらく耳を傾けてみましょう。依田様がこの道に入られた動機と、その何歳ぐらいの時だったか、そのあたりの話を少しお願いいたします。はい、始めたのは小学校の4年生からでして、はいはい、きっかけが小学校のリコーダーが大好きで、はいはいはい、もう家でも登下校でもこうピロピロと吹いてるぐらいでしたので、はいはい、何か笛を吹く楽器を習ったらどうかということで、はい、たまたま知人の方が尺八を習ってらして、はいはい、でご紹介いただいて始めたのがきっかけです。尺八はなかなか難しいと伺っておりますが、そんな小学校4年生の小さい時始められたのは
時はいかがでございました？そうですね、はい、もう本当に尺八は音が出るまでに長くて1年ぐらいかかる方もいらっしゃって、はい、であの首振り3年コロ8年とよく言われるんですけれども、はい、まあ、それぐらいかかるくらい難しい楽器だと言われております。はい、で私は小学校の4年生の頃に何もこう尺八が難しい楽器だということを知らずに、はい、あのレッスンに行きまして、はい、でこういうふうに吹くんだよ、やってみてって言われて、はいって言って、あのふーっと吹いたらもうふーっと音が初めてで鳴りまして、はいはい、そこからあのもう周りのおじいちゃん、はい、先輩方がすごいって言ってくださって、はい、それで、はい、今につながってます。はい、そうですか。はい、そのご経歴拝見いたしますと、東京芸大の邦楽科というところで、はい、その中でまた尺八を専攻なさって、はい、皆さんやはりあの卒業なさって、はい、あの活躍なさってらっしゃいますか？はい、そうですね、はい、私もなんですけれども、はい、やはり古いものは大切に残して、はい、やっぱり継承していくんですけれども、はい、それだけではやはりあの、はい、なかなか新しいあの今の若い方たちには受け入れていただくのが難しいので、はい、何かこうやっぱり聞いていただかないときっかけがないので、はい、きっかけにならないので、はい、どんな演奏でもいいので一度聞いていただきたいという思いから、はい、皆さん今はもうあの洋楽器、はい、あとはジャズ、はい、ゲーム音楽などいろいろなジャンルにチャレンジ、はいはいはいしています。ああそうでございますか。あの頼田様はあの今どのような活動をなさっていらっしゃるんでしょうか？はい、リサイタルを、はい、あの開かせていただいたり、はい、あとはあの学校に教えに行ったり、はい、あとは小学校でちょっと講演をさせていただいたり、はい、あとは本当に身近なところですと、はい、あのイタリアンバルのようなお店であったり、はい、あの京都ですのでお茶屋さんであったり、はい、あのちょっとあの気軽に聴いていただける場所でも、はい、演奏したりしています。それはそれはどういうところにその楽しみとか面白さを見出していらっしゃるんでしょうか？やはりあのピアノのように、はい、あのこう鍵盤をこうポーンと弾いたら音が鳴るという楽器ではなくて、はい、自身で音を作り上げる面白さがありまして、はい、同じ1音でも、はい、まあ、このぐらい幅があって、例えばこう次の音により効果的に移るために少し高めに吹いたりとか、はい、あのやっぱり高い音から高低差があった方が、はい、あの効果的に聞こえるので、はい、曲によって、はい、あの自分でこう吹き分けるその面白さがあります。じゃあ同じ曲目でもあの演奏家によって変わってくるということですか？はい、あの楽譜のようなものはございますんでしょうか？はい、こちらが尺八の楽譜です。これはどのようにそうなんです、あの、はい、五線譜は横で、はい、あのお玉弱子のようなものなんですけれども、はい、尺八の譜面は縦にずっとこう読んでいくんですけれども、はいはい、あのカタカナと漢字のようなものが合わさった、はい、このちょっとカタカナのツーのようなので、はいはい、このままツーと読みまして、ツーツレーレーレーローというふうに書いてあります。そのツの時とレの時はその指の動かし方ですか？そうですね、はい、指の形であの音が決まりますの で、はい、それがこちらに寄付されています。これはまあすごいですね。最初は、はい、まずあの読む、はい、読むのも難しかったですし、はいはい、このツーって書いてあるその音の指にする、はい、やっぱり慣れる連動するのまでがすごく時間がかかって、か、はい、慣れてしまうと、はい、連動でするものですか？はい、ですね、慣れです。はい、それではここでもう一方尺八界の重鎮にご登場いただきましょう。
尺八奏者の石川俊光さんです。頼田様とはどのようなご関係で、はい、はい、今はその流派としては同じ金古流なんですけど、はい、師匠筋がちょっと違うというようなことなんですね、はい、で私は頼田さんの高校生の頃の演奏を聞いて、はい、でもうその頃から天才少女でちょっと、ね、そうですか、評価されてるんです。でなんと上手な人だと思ってございますか。で、まあ、そこからかけながら応援させていただいて、で彼女が、まあ、京都でリサイタルされる時なんかは、はい、ちょっと僕も応援、はい、やっぱりもう大先輩ですので、はい、大先輩大先生から、はい、やっぱりご経験が豊富でいらっしゃるので、はい、何かこう演奏に際してのアドバイス、はい、または舞台設置に関しても、はい、はい、もう細かいところまでいつもご指導いただいてます、はい、まあ、お優しいんですね、はい、その頼田さんを育てようと思ってくださってるんですね。そうですね、やっぱり人間性がいいんですよ。演奏もちろんいいんですけど、本当に素直な方で、それでこの姿からはもう想像もつかないような鮮やかな演奏をされるので、はい、そうですか、こういう人がもっともっとこう羽ばたいて、いただけたらと思って応援してます。どのような世界なんでございましょう、尺八の世界というのは。そうですね、はい、昔はやっぱり、まあ、お稽古ごと習い事の世界だったんですね、はい、で家元という人がいて、はい、そこに入門して、はい、で少しずつ勉強して上達してお免状をいただいてというような、で師範になるとかそういうようなところだったんですけど。その流派はたくさんございますんですか、現在でも。はい、大きく、いくつかには受けられますけれども、はい、一番大きいのが登山流って言って、はい、これが今事情があって、3つに分かれてるんですけれども、はい、それに対して金古流というのが、はい、あります。で、はい、これは登山流というのがもともと大きな山、一つの山だったのに対して、はい、金古流というのは金古流何々会、はい、何々社とか、はい、こう小さな山がいくつもあるというような感じなんですね。でございますか。そしたらその演奏なさる曲目自体が、おのおの違うんでございますか。そうですね、とっても古そうですけど、やはり100年200年って持ちますんですか、この楽器は。しっかり丁寧に作られた楽器で、はい、それをちゃんと保管して。そうでございますか。こちらの頼田さんのは、はいはい、多分江戸時代のやつだと思いますけど。そうですか、はい、このように4本拝見いたしますに、長さが、ね、いろいろございますんですが、どのような音色の違いがあるか、ちょっと拝聴させていただけますでしょうか。はい、これが尺八の標準の長さ、一尺八寸なんですね、はい。で間だけでできていて、はい、中が空洞、こうやれば向こうが見えるという、はい、で前に穴が4つ、はい、後ろに1つです、はい、で全部閉じてから開けていくと、これ5つの音階なんですね。でドロミファソラシドというのはドレミファソラシですが、7音なんですけど、はい、それに対して日本の楽器、日本の音階というのは5つの音から構成されているわけですね、はい、でこの穴をそのまま開けていくと、はい、日本の民謡の音階になるんですね。お、なかなかいいもんでございますね。そうですね、素朴な音ですね。でも日本のその曲というのは、はい、この開放の音、民謡の音階をそのまま使うんじゃなくて、はい、ちょっとまたその工夫をして、はい、で顎を下げてこうメルとか言ったりするんですけど、こういうようなちょっとこう憂いを含んだっていう、こういう音階で曲ができたりもしています。ピアノで言うと半音、そうですね、そうですね、上がったり下がったり、ね、割合高い音程が出ておりますんですか。
はい、この楽器自体はそれぞれに2オクターブ半ぐらいの音域を持ってます。このあとは5つだけでそんなに音程が変わって、そうですね、あの吹き方、口元のコントロールで息のスピードを上げると1オクターブ上の音が出たりとか、そういうふうになっておりますんですか。はあ、この長いのは長いのですね、はい、やはり穴が穴が5つですけれども、この手に合わせてちょっと穴の位置をずらしてあったりします。はい、はい、で楽器は小さくなったり、こう短くなったりすると音域が上がるんですね、はい、で逆に長くなったり大きくなったりすると音域が低くなるんですね、はい、そうでございますか。ですのでこれは一尺八寸管よりは低い音が出るというようなことですね。そうですか。その息の吹き込み方によっても変わるというところが、ね、はい、ええ、私も初めてそのように身近で、はあ、そういうところが聞きどころ、ね、見どころでございますんでしょうか。あと何度ともやっぱり音色がいいですね、はい、ねえ、ええ、でこう鍵盤ですとかその、はい、触ったらその一つの音が出るというんじゃなくて、はい、その同じ音程同じ高さの音でもいろんな音色を出す、あとそのこの顎のコントロールとか指のコントロールで微妙な音程を作ったりとか、それはすごいですね。先生よければ一つ一曲お願いできますでしょうか。わかりました。はい、
先生からご覧になって、はい、その頼田さんにこの先どのように活動していってほしいとか、どのようになっていってほしいとか、何かご希望がございますでしょうか。はい、やはり、まあはい、これだけこう何拍子も揃った方なんで、はい、もう要望も演奏も実力も揃った方なんで、はい、もうやっぱり、まあ、国内にとど、はい、まあ、まらず国外にも、ね、はい、活躍していただいて、その尺八の概念みたいなのをこう覆してほしいというのは、そうですか、ね、そのためにあの応援をね、僕は惜しまないつもりですけれども。でその頼田さん自身はまたその若い方を弟子にとって自分の技術を教えていくというような夢も持ってらっしゃるんでしょうか。そうですね、はい、やはり、はい、あの尺八の良さを、はい、やっぱり私が自分でも感じている尺八の魅力を、はい、後世にも、はい、あの伝えていきたいと思ってますので、はい、やはりこう小さい頃から、はい、一流の、はい、本当の尺八のこう音色、はい、良さに触れていただいて、はい、あ、何かちょっと面白そうって思ってもらえるように、はい、いろんな方に聞いていただいて、はい、やっぱりこう門が開いていければいいなと思っております。本当ですね、はい、もうそうやって日本の、ね、文化を伝えていくっていうのは大切なことだと思います。頑張っていただきたいと思います。はい、承知いたします。はい。2017年春、尺八の未来のために、今日も頼田さんはステージに立ち続けます。